フランス団家力を本拠地とするサッカークラブ。2021から22シーズンはリーグ2に所属する。クラブカラーは白色と青色。ホームスタジアムはスタートマルセルトリビュー。1909年に設立。1929年にはクープ・ド・フランス準決勝に進出。1930年にも準々決勝に進出した。 1935年に2部に昇格し、クラブ史上初のプロチームとなったが、1939年に降格し、アマチュアに戻った。1966年に再びプロに戻り、1968年、1971年にも、クープ・ドゥ・フランス準々決勝進出を果たした。1990年には契約が満了した。 ジャンマルク・ボスマンにオファーを出したことがきっかけで、ボスマン判決に至る欧州サッカーの大変革を結果的に引き起こした。しかし1996年にフランス全国選手権に降格すると、翌年にも降格し、プロからアマチュアに転げ落ちた。2013年に再びフランス全国選手権に昇格し、セミプロとなると2019から20シーズンに、 新型コロナウイルス感染症の流行によってシーズンが打ち切り、この時2位につけていたためフランスサッカー連盟の承認を経てリーグルに復帰した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。